スーパー白鳥、スーパーは、区長及び白鳥、和区長は、東日本旅客鉄道、JR 東日本と、北海道旅客鉄道、JR 北海道が、新青森駅、函館駅間を大宇本線津軽海峡線、津軽線海峡線、江差し線函館本線経由で、運行していた特別急行列車。青森県と北海道を連絡する特急、白鳥、スーパー白鳥は、2002年、平成14年12月1日に東北新幹線が八戸駅まで開業したのを機に、八戸駅での東北新幹線との接続、及び津軽海峡線の快速、海峡の置き換え目的で、八戸駅青森駅函館駅間で運転を開始した。海峡は、青函トンネルが開通した1988年、昭和63年3月13日に運行を開始していたが、運行開始より15年が経過した時点では、専用客車である50系客車と ED79 系電気機関車の老朽化が進行していたこと、ともに経年車の改造、折り返しで発生する気回しなど、客車列車特有の作業の煩雑さや速達化の限界が問題となっており、これらの問題を抜本的に改善するため、東北新幹線の盛岡駅発行駅間の開業を機に、開業を廃止して、青函間直通の昼行旅客列車を全列車電車特急化することが決定された。従来運行されていた特急、わつかりの分も含め、列車本数は従来分を確保することとし、わつかりと海峡で時間帯が接近している列車については統合した。2010年、平成22年12月4日、東北新幹線の新青森駅までの全通に合わせ、新青森駅で東北新幹線と接続する特急として新たに運行を開始した。2016年、平成28年春、北海道新幹線の新函館北斗駅までの開業に合わせ、同年3月21日を最後に運行を終了し、新幹線開業日である同年3月26日をもって廃止となった。列車名は、北海道亀田郡七飯町の大沼に飛来する渡り鳥の白鳥、大白鳥ないしは、小白鳥が由来とされており、新幹線、はやてや八戸駅青森駅弘前駅間の特急、津軽、とともに一般公募により決定された。応募総数第1位は、海峡。第2位は、津軽で、白鳥は第11位だったが、本州と北海道を結ぶ特急のイメージにふさわしい、という理由で採用となった資料14資料15。白鳥と、スーパー白鳥の列車名の違いは、使用車両の違いによるものである。スーパー白鳥及び789系で代走した際の白鳥のヶ嶽には、駒ヶ岳をバックに大沼を飛ぶ白鳥の姿が描かれている。開始前までの運行概況は次の通り。定期列車は、全列車が新青森駅函館駅間で運転されており、スーパー白鳥が8往復、白鳥が2往復設定されている。ただし、臨時列車の白鳥のうち、午前の1往復は青森駅函館駅間で運転されていた。新青森駅で東北新幹線、はやぶさ、はやてに接続するダイヤを組んでおり、号数も基本的に接続する、はやぶさ、はやてに合わせていた。日中の列車は、函館駅で特急、北斗、スーパー北斗に接続し、函館駅では対面乗り換え、函館駅56番乗り場及び七尾箱乗り場が考慮されていた。列車番号は、号数プラス 4000M。スーパー白鳥と、白鳥の基本的な停車駅に差異はない。